千葉県の成田山新勝寺では年末恒例のお札のお焚き上げが行われました。このお焚き上げは不動明王の分身であるお札を炎の中に返して1年の無病息災などを感謝する儀式です。全国から集まったおよそ5万体のお札などが次々と投げ込まれると炎は一段と燃え上がりました。今年も岩手県陸前高田市の松が一緒に燃やされ、亡くなった人の供養と被災地の復興も願いました。参拝客は今年1年のさまざまな思いを胸に炎に向かって手を合わせていました。